はい、皆さんどうもです、実はあの鈴木勲さん、おまさんの映画が、吹き出たというので、今日せっかくなのでおまさんと親しく演奏をしていた、市川秀夫さん、いっちゃんにおまさんのことを少し語ってもらおうと思います。市川秀夫です。こんばんは。おまさんの映画ができたってんで嬉しいですね。びっくりだね。びっくりだね。クリビス天気をね。本当クリビス天気。いいですね。嬉しいですね。いっちゃんはおまさんとやりだしたのは何歳ぐらいの時？ジョージ大塚トリオの最初の頃だから、二十歳過ぎた頃かな。二十歳過ぎた頃です。20代。はい。ね、頭の頃ね。ああ、小僧だった頃だ。そう。おまさんはどこでも来るの。あ、そう。そう。やって演奏してるとね、いつの間にか客席にいて、それで、なんとかだって言って、じいじゃよとかって言うの、あ、まあ、あの二人は、仲がいいから。松本秀彦さんのカルテットでやってた。ああ、ジョージ大塚さんとね、おまさんはね。うん、あ、なるほど、なるほど。そういうね、あ、もう散々練習しまくった。グループなんですよ。ああ、なるほどね。うん、で、おまさんと市川さんが一緒にやるというのはどういうあたりから？まあそういうの辺からセッションはいっぱいやってたんだけど、あのちゃんとやったのはレコーディングがきっかけなんですよ。富樫さんと、3人でトリニティ、トリニティね。で、その時に、プロデューサーは、ジャズの RC ビクターかな、木俣さんってジャズばっかり作ってたプロデューサーがいるんですよ。でその人がね、一曲だけ普通に分かりやすい曲やって、でじゃあ帰るからね、さよならって言った感じで、あとは僕たちが好き勝手にみんなでオリジナル持ち寄って、やって、まあそういう時もいろんなアイデアをね、おまさん持ってるから、面白かったですよ。おまさんとやってる時は基本的にはスタンダードだったの？いや、そうじゃないの。あ、違う。そう、もう全くの不自由なの。そのトリニティはね。そう、それでね、大体ね、だからライブやるでしょ、その時もね、ジャズ喫茶、ジャズ喫茶っていうかジャズクラブね、あの時もね、好きに弾いてっていう、どうしかすると自分で弾いていって、それにこうっていうよりか勝手に弾いてるところに入ってくるのがやりやすいみたいなんだよね、おまさんがね。そう。ああ、なるほど。だからね、勝手に弾けっていう感じなんですよ。でスタンダードもそういう感じで一枚作ったのが、レコードだね。そうそう、トリニティの何枚目かな、2枚目かな、1枚目は割とスタンダードじゃなくて曲を持ち寄ってね、オリジナルでやってるんですよ。で2枚目は富樫さんのアイデアで、一度うちでゆっくり聴きたいスタンダードがあるという、そういう設定でね、コンセプトがね、でも中身は割と、自由に行きたいっていうのが大間さん、だから好きに弾いていくわけ。そうするとなんか違うところ行きたいんだよね。だからアウトしてくれって。だからメロディーはあるんだけど、そのメロディーをきっかけにどっかアウトしてっちゃう。そう、一発撮りでやっちゃう。そう。そりゃそうだよね。そうすると二発目また違うからね。そうそう。もう切りがないもんね。そうですよ。ただいい音質かどうかっていう問題だけで。もう一回じゃあ撮ろうかとかね、自分の問題があるから、ちょっとあそこっていうとこあるじゃないですか、自分だけね、そういう時はもう一回お願いしますなんていう感じで、でも楽しかったそうよね、まあ人間が人間だからね。そうで、何しろね、最初会った時は僕らはもうギンギンの4ビートしかやってないから、そしたら2ビートのすごさっていうのが、ああいう2ビートはいないんですよ、日本で。いまだにいない。どんな仕方ビシンビシやるもんね。なんかね、2ビートのこう良さってね、ないんですよね。2ビートか、
本当に、うん、それであとは早いテンポをいかに弾くかっていうのが、うん、あのうまいこと弾いてたよね。16ビートみたいに弾くんだよね、うん、なんかやっぱりどっから研究してくるね、若い雰囲気でね、うんうん、まあ向こう行ってたこともあるからね、うん、あのメッセンジャーかあれは、うん、絵もうまかった。あ、絵はうまかった ね、うん、絵はディガゾーンの絵が俺見せてもらったことあったけど、絵がうまかった。絵で食えたとこ行ってた。ほんとほんと、うんうん、あ、結構売れたんだよね。そう、なんか何百万とかで。そうで、戸川さんが、晩年だん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 体が効かなくなってきた時に、うん、絵を教えてた戸川さんに。うん、ああそう、なんか絵を描きたいって言い出したから、うん、絵を描くミュージシャンいるよね。日野さんも絵描くし、うん、マイルスもね、絵描いてすぐに人にあげたかったっつってもらってた人何人か知ってるけどね、うん、最後にやったのっていうのはもう結構前になっちゃうかな。あのね、亡くなるね、うん、その年の病院に入っちゃう、収容される前の年かな、うん、中野部のジャズフェスっていうのがあって、うんうん、品川区の、うん、品川のジャズフェスっていうのがあって、うん、本間さんと僕となんかトリオでやろうっていう、うん、まあデュオでもいいんだけどっていう話で、うん、で、大間さんなんかフィーチャーしてやめましょうという感じでね、うんうんうん、で、大間さんに電話して、大間さんなんかメロディーのみんなお客さんが、うん、ディズニーのなんか曲やってくれって言ってますよという話を作るわけ、うんうん、というのは、一枚レコードで、うん、ウィッシュアポンナスターです、うん、星弦愛を、うん、あれをタラララってタララっていうのが、ね、うん、フィーチャリングでレコーディングしてるんですよ、うん、だからそういうの、あ、こういうのをやればあとは夫人に来るからっていうことでね、うんうん、やろうとして、うん、小野さんこういう曲をやりましょうと、分かったって言って、で電話を切りました、うん、でまた電話がかかってきて、うん、すぐ電話がかかってきて、うん、ところで何をやる、うん、それがまあこれまずいなとか思ったんだけど、大丈夫、もう決めたから、うん、って言ってね、うんうん、それがね、それが最後、演奏した最後ですよね、うん、ステージにギターの子がね連れてきてくれて、うん、楽器持ってね、ああ小山だ、うん、小山君ね、うんうん、そう、小山君が一番僕が音質がいいところにいましたってピアノの横にいた、あ、ほんとに、こういうところにいてね、で、おまさんもうちょっとやり終わってからね、うん、もっと弾きたかったよ、はい、あ、そう、その時はもう普通にブンブン弾いてた、普通に、もっといろいろね、うん、フリーで、ね、自由に弾いてフィーチャリングやりましたよ、それがね、でも最後になっちゃった、ああ、そうか、まあでもよかったね、最後の方で一旦なんかとまたできてね、僕も嬉しかったです、うんうん、ずっとね、若手を引っ張り出してね、うん、そうね、うんうん、やってた、すごいね、うん、育て方、そう、和美とかさ、そう、渡辺和美とか頭上がんないんじゃない、うん、だもんねもう様々だよね、そう、みんな頭上がんないね、本当、ジョージさんとオマさんは得意だったね、若い人を育てるの、そう、ただね、あの二人でね、オマさんがね、事情を使ってトリオでやるとかって言ってね、事情ね、うん、ジョージさんのことね、うん、で、やるとするでしょ、音が大きいからね、うん、うるさいよとか言ってさすぐやめちゃうわけすぐやめちゃってやめちゃって僕とドラムだけになっちゃうなんでやめちゃうのとか言ってさ、それだったら最初から呼ばなきゃいいんだけど呼ぶんですよ、うん、そこがいいとこでね、うん、まあ、好きなんだね、うん、そんなのも何もだ、音がでかいとこだけがね、そう、それでもう温めたいとか言って、うん、ダメだよなとか言いながらね、うん、でも良さは認めてるわけですよ、あ、そういうのいっぱいいる、昔は。そうだね、まあ、そういう、おまさんの、ドキュメント映画が、できました、まあ、見てください、できるだけ皆さん見てください、面白い、そうですね、ということで、今日はこれから、エアティブ愛知川秀夫トリオのライブがございます、これを一応おまさんの証言1というね、うん、記録にしながら
いろんなミュージシャンにインタビューを少し続けたいと思っています。市川秀雄さんでした。ありがとうございました。みんな上手な話だったらいっぱいあると思う。ね。